はいどうもボサル TV のマンディネです。皆さん元気でしょうか。今日は皆さんに特別な動画を送りたいと思います。ちっちゃい頃からもう本当にケーキが大好きで、もう毎週末お家でケーキ食べたり、お母さんと一緒にケーキ作りしたり、もう本当にケーキの世界で、育ったような感じです。で、日本に住んで6年間なんですけど、たくさんのフランスの家族、友達が日本に来た時、みんながなんで日本がそこまで、美味しいケーキを作れるのとか、その秘訣とか、もう本当に皆さんすごいそこが、注目してたんですよ。で、実は皆さん知ってましたか？去年の、パティスリーケーキ作りの世界大会1位になったのは日本なんですよ。パティスリーの世界大会は17カ国が参加してて、10時間の中で4つの種類のスイーツと3つの地球温動化のテーマとした、細工物を作らないといけなかったんですよ。で、そこで一番通ったのは日本だったんですよ。世界大会に1位になった日本は、なんで注目されたかというと、日本のチームはテキパキなのに細かくきれいに、ケーキ作りができる、そして材料をちゃんと使い切るチームワークがすごく褒められたようでして、私すごくそこが嬉しかった。日本の文化がやっぱりそこにも出てくるなと思ったんですね。しかもその世界大会の審査員がもう本当にすごい人ばかりで、皆さん聞いたことがあると思うんですけれど、まずピエール・エルメ、世界中で有名なパティシエ、あとは最近 SNS でバズっている、新時代の天才パティシエ、クラスさんの動画ですごく有名になった、セデリック・グローレさん、そういうすごい方が審査して日本を1位選んだところがすごいですね。本当に今日の動画の中で、日本はなぜここまで美味しいケーキを作れるのか、そういう秘密を皆さんと一緒に今日解けていきたいと思います。で、実はね、すごい本当にすごいで、私今すごい手震えてるんですけれども、めっちゃ震えてる。実は今日そのパティスリーの世界大会1位になった日本代表のチーム、アンリシャパンチェの方に、取材の許可をいただきました。世界一のケーキの人に会えるなんて。はい、今日の動画の前半は1位になった日本代表が営業しているアンリシャルパンティエの、銀座のカフェの方にケーキを食べに行きたいと思います。世界一の人のケーキの味はどういう味をするのか、めっちゃ気になりません実はこの動画の後半はアンリ・シャルパンティエが作っているケーキのところを密着していけるところです。私も世界一になった人とケーキを作れることになってて、多分めっちゃ手震えてて皆さん気づいたと思う。早速まず行きましょう。現在銀座アンリ・シャルパンティエって実際兵庫県関西でめっちゃ人気らしいんですけど、私もともと初めて日本に留学した時、関西兵庫県だったんですよすごい親近感を持ってて嬉しいいやでも本当に世界一を取ったチームのケーキとクレープってどのぐらい美味しいのか、めっちゃ気になりません？なんかやっぱ他のケーキとどこが違うんだろうね。すごいなんかフランスらしい建築じゃない？やばい、高級レストランに入ってるみたいな感じ何がいたんだろう。On a un jour heureux ce cadeau précieux pour une personne si chère。この幸せの日に大切な人に大切なプレゼント。めっちゃいい香りする。やばいしかも甘い香りすごい。うわ、こんな美味しそうなパリブレスト見たことある。これお兄ちゃんに送るべきなんだよね、この写真しかも新作じゃん。お兄ちゃんこの動画を見てるかこれもモンブラン大好きなのに食べたいし、チーズケーキもめっちゃ好きなのにこれも食べたいし、いやでもこれが一番気になる。正直いちごまでキラキラしてて宝石じゃん。もうちなみにここのカフェ知ってる人います？ぜひコメントで教えてほしい。いっぱいある。何を入れてるんだ。ペリエ。おしゃれなバーにいるような。でもあれは日本らしいよ。あれフランスにはないんだよ。つけてほしいけど。ナポレオンパイとパリブレスト。はい、ありがとうございます。緊張とワクワクで心がいっぱい。どういう味するんだろうね。すごいね、気になるね。これって飛ばないようになってるんですか。そうですね。はい、すごいよく考える。ケーキも、おお、すごい。思ったより大きい。ありがとうございます。うわー、これ食べるのもったいないよ。大丈夫かな。いただきます。このケーキってお家にある材料で作れるらしいのよ。私お家でこういうケーキ作れない。香りすごくいい。オレンジの香りする。溶けるから冷たいオレンジジュースが喉に流れてくるみたいな。自分が想像してたパリレストと違うからびっくり。甘くはないけどちゃんと味がある。材料の味そのまま出てるみたいな。やばいこれ。ナポレオンパイ。とにかくパイ生地なんだけど超簡単に切れる。うわー、柔らかそう。ね、知ってた？私の名前アマンディーノじゃん。アマンダから来てんのよ。だからアーモンドのケーキはよくアマンディーに呼ばれてんのよ。親近感を感じる。すごいのは食感2つあるのよ。いちごがめちゃめちゃジューシーなのにパイがそのジューシーさの中にパリパリしてる。すごい、本当に甘すぎる。これなんかいちごの自然な甘さでこのケーキを甘くしてるの。ここのカフェって何回もインスタで見たことあるのよ。そう、最近結構なんか映えスポットっていうかいろんな人に人気なんだよね。なんかクリスマスみたいだね。なんかいつも食べるケーキってやっぱり日本らしいケーキが多いじゃん。抹茶とか。ここは本当にフランスのケーキがもっとうまく日本人が作ってる。だから本当にいつも日本で食べているケーキとまた違うって感じがする。ではクレープシートを仕上げさせていただきます、はい。まずはソースを温めてまいります。うわー。でこのソースにクレープを浸して味を染み込ませて、で最後にグランマルニエでフランベします。動いてる。生きてる。カツオ節みたいな。うわうわ、火が起きるってこと。おおー、すごい。こんな美味しそうなクレープシート初めて見た。うわー、香りすごい。ぜひ香りも楽しんでください。日本イコールケーキが入ってるクレープとか、あのでかいやつ、生クリームがたっぷり。日本だとこういうクレープはあんまりない。そうですね。で逆に外国から見たらたくさんのものがクレープに入れるとみんなびっくりするんですよ。だから初めて日本で作られているフランスだしクレープを食べるから、うん、すっごい気にならない。真ん中に完璧に三角。うわー、トロ感すごい。スパうまっ、なんかしみる。ラーメンじゃないですか。溶ける。こういうケーキ食ったことないマジで。幸せの味。もっちもちのとろける感じ。シューゼットを作ったのここのアンリサルパンチだったの。ここでしか食べれない。ここでしか食べれないらしい。新しい味はチョコバナナだけど、ここのケーキに使われているバナナが普通のバナナとしてお店で売れないバナナ、まあ、捨ててしまうバナナを一応ここのアニシャルパンティが回収して、そこでペーストにしてケーキにしてるから、本当に物を捨てないっていう意識が強くて、そこが好きなんですよ。まあ、環境のためになるし、実は手土産でも正直手土産じゃなくて自分のために買った方がいいし、ぜひ買ってください。アンリ・シャルパンティエはね、お家でもお店と同じぐらい美味しい焼きたて感のある香りと味の本当にお菓子を売ってるんですよ。羽田空港にもし行くのであれば、アナフェスタの店舗だったり、あとは東京に住んでないんだけど短時間で旅行に行く場合は、東京の交通販路だったり東京グランスタとか、そういうところではお土産として売ってるんですよ。個人的にめちゃ美味しいと思ってるの。さっき食べたフィナンシェ、こんな感じで小さな箱と大きな箱どっちもあります。これね、皆さんとめちゃ検証したいんですけど、焼きたてのフィナンシェと実際に買える焼きたてと同じぐらい美味しいって言われてるフィナンシェ、どこまでに本当に焼きたて感があるのかすごい気になる。これもあるよ、この爪楊枝すごくない？見た目はもうそっくりだよ。まあ香りも変わらない。こっちの方が本当の意見としてる。すごいしっとりする。外側はそこまでパリパリはしてないけど、その代わりにしっとりさはさっきより3倍ぐらい。バナナを潰したペーストをそのまま食べているんじゃないかなと思うぐらいの食感だよ。個人的にこっちの方が好き。すごい検証でした。そこがすごい、もう香り、味、焼きたてとそっくり、食感のところでどっち好きかって感じかな。ペンギンめっちゃ高い。ペンギンって言われたな今。ペンギンに見えるの？今から工場見学したいと思います。その後はね、こうケーキ作りになるらしい。あ、ギネス世界記録なのよ。そういうことか。やっぱほら、フィナンシェ年間販売数ギネス世界記録を認定しました。でその時、そのフランス大使館行って表彰してもらいましたね。すごい。うん、それ世界大会の日本国内予選の表彰ですね。なるほど。うん、1位を取った時の気持ちってどうなったんですか？1位を取った時は発表された時の。なんかね、もうフランスが先に呼ばれたんで、はい、3位イタリア。2位フランス、もう逆にフランスって聞いた時点で優勝したかなと思いました。正直ね。あれですよね、10時間の間にケーキ作ったんですよね。そうやって精神的に。いやけど全然みんな慣れてるし、トレーニングしてるんで、逆に10時間。なんか逆に10時間って結構厳しいですか、それとも余裕ですか？いや、10時間厳しいでしょうね。飲まず食わずトイレ行かずなんで。そういうこと。流れに沿ってやっていきたいところに、例えばお腹痛くなってトイレ行ったらその間ちょっと、でも逆に10時間が結構短いんですよね。こんなにケーキを作るの。そうなんだね。私たちから見たら10時間すごい長いねってなっちゃうけど、本当の審査員というか、ピエール・エルメさんとか、そうですね、セルジク・グロレと2人が一番トップにいて、まあ、フランスとイタリアはずば抜け取ったんで、そこにはやっぱ票は集まりますよね、点数は。綺麗なピエスモンテ作ってて、まあ、日本よりもいいんちゃうかと思ってたんですけど、なんか減点があって、イタリアはサイズオーバーとか横はみ出てるとか。なんかそこを聞きたかったんですけど、フランスと日本の作り方ってどこが違うと思うんですか？フランスと日本の作り方は一緒なんですけど、感性が違う。日本人じゃないものを作りはる。なるほど。そこはすごい、僕師匠がフランス人で、フランスに僕2年ぐらいいたんですよね。その人と一緒に仕事をしてたんですけどね、やっぱ作ってくるものが違う、発想力。逆にフランスより日本の方が得意だと思っているところって何ですか？丁寧さ。丁寧さ、細かいこととか丁寧とかっていうとか、まあ衛生とかも点数に入るんで、そういったところは他の国よりも全然抜けてるかなというふうに思うんで、まあそこも評価点に入るんで。でもそこってやっぱ文化ですよね。ちっちゃい頃からそういうふうに教えてもらったから、どこにでもそれが影響出てくるんですよね。ケーキの味とかにもね。味も細やかに組みますし、まあ、フランス人もやりますけど食感とかもすごい大切にするし、日本人の人はなんかその家族と知り合いがフランスから来て日本に来たんですよね、うん、みんなが日本ってなんでこんなにケーキ美味しいのってみんなびっくりしたんですよ。それけど日本人にとって誇らしいですよね。ね、フランスに比べたら日本すごい綺麗ですよね。綺麗ですし、うん、甘くはないし、味も甘くないし、ただ僕が思うのはケーキ見てすごい大雑把ないう風なケーキ屋さんもありますやん、はい、綺麗じゃなくて、うん、ありますね。けどそれを食べてうわ美味しいと思う、それ何かっていうと素材が違うんですよね。例えばまあいちごの香り一つにとっても、あ、こんなにいちごの香りフランスのはするんやとか、そこが圧倒的な差があると思ってます。日本に比べてフランスの方がお菓子が生活に密着してますよね。ね、みんなお母さんも作ったりするでしょ。しますします。そこは日本と圧倒的違いますよね。日本人がやっぱケーキを食べに行くときは自分で作るよりはもう買いに行く。絶対そうですね。私って小さい頃から誕生日のケーキを買った覚えがないんですよ。やっぱお母さんが作ってくれる。そうそう、毎回お母さんが作ってる。で逆に私の親のケーキとお兄ちゃんのケーキも私が作ってます。そう、だからそんだけ生活文化に密着してるんですよね。なんかね、ビストロ行ってもなんか頼まん方が変に思われます。なんかねでもやっぱねずっと言ってたの玄徳にも、丁寧なところと綺麗さ、やっぱケーキが綺麗に見えると勝手に美味しいって勝手に脳が思っちゃうんですよね。なので食べても美味しいってなるんですよね。すごい香りしたね、白いトロ。私ここで仕事できない、一日中お腹空いちゃうんでここはフィナンシェで使うアーモンドのこのまま入ってきてるんですよ、なんと。はい、これを自分たちでフードにしてます。あ、粉ね。はい、はい、直前にすりおろすことによってフードにすることによって酸化を防ぐで、アーモンドが持ってる甘みとかを目いっぱい引き出すで、それをすぐにフィナンシェの生地にするで、それで味がもう保ったままできる。そうです。そこは味のこだわりポイントです。で、ここから次、ここはフィナンシェの仕込みのところです。で、ここ今これやってるのは小麦粉を裏ごしている。ああ、で一緒に混ぜるんですね。あ、そうです。アーモンドプードルと一緒に混ぜる。なるほど。で、これがフィナンシェに使う卵白。すごいね、卵の量見たことない。バター溶解器です。溶かす感じ？そうそうそう。うわあ、美味しそう。バターの波美味しそう。多分だいぶ熱いですけどね。一回10キロぐらい入れてますね。12キロやったかな。でそれでフィナンシェ何個分ぐらい？2000個。2000個。うん、1回で2000個。そうです。1回で2000個。こんなでかいフィップ初めて見た。でこれ今バターをここから焦がしバター作っていく感じですね。バイバイ。本当だ。運ばれてるじゃん、見て。もう間に合わない。ほら。うわー。美味しそう。ずーっと。これオーブン。熱いね。楽しいね。まあ今250度とかで焼いてるんで。すごい。焼いてるよ、もう。9分ぐらい入ってるんで。ダメなやつ1個もないじゃん。ダメなやつないですよ。ね。うん。すごいですね。ぜひこれ出来たて、焼きたてです。ちょっと熱いんで。食べてください。え、めっちゃうまい。え、待って。めっちゃふかふかしてるよ、ほら。熱い、めっちゃ。うわ。すごいふかふか。中すごいよ。サクサクだけど、中がしっとり。もうちょっとサクサクなるんですよ、冷蔵庫で冷やしたら。人間できない、こんな効率的に。次ショートケーキです。皆さんが食べるフィナンシェかもしれないよ。生ケーキの作りのところらしいよ。今回はカフェとかに出るケーキですかね。そうです。カフェもそうだし、百貨店とかに出るケーキです。一人に1個テーブルを与えて、そこで作ってるような感じです。人が作ってる。で、ここのテーブルではこのケーキを作ってます。ああ、テーブルによって変わる。そうです。動きを少なくして、より新鮮なケーキで、より美味しいケーキをお客様に届けれるようにこだわって作るような生産をやってます。だからこういう斜めに置いてこれも取りやすくしてるんですよね、ケーキを。確かに時間かけて作ると、あともうなんかむにゃんとかになっちゃうんですよね。でこの辺モンブラン作ってる。うわー、これやばい。これ機械が作ったようにしか見えないですよね、綺麗すぎて。多分今から絞りはると思います。これショートケーキのテーブルです。今から作っていってもらいます。お願いします。スポンジです。美味しそう。これもね、朝から焼いてるやつです。私無理だ、こんなに作れないよ。美味しそう。いっぱい入ってるね、しかもいちご。めっちゃ入ってるじゃん。すごいね。この生クリームめっちゃうまそうだし、なんかもうふわふわしてるじゃん、これ。後で上でやりますもんね。いやー、ここまでできたらすごいよ、私。今勉強してる。うん。でもなんか誰かが食べてもらって嬉しくなるっていうところを考えると嬉しくなるよね。うわー。みんな綺麗なケーキができるまでどのぐらい時間かかるんですか？いや、そのぐらい人によりけりですけど、何年ぐらいやってるんですか？あ、今これ見どころなんです。10年ぐらい。10年？めちゃめちゃ綺麗。めちゃ綺麗じゃない？びっくりするよ。形とかも全部同じじゃん。高さとかも。一瞬で出来上がったじゃん。すごい。開くんです。ここあって。これね、フィルム巻きやすくしてるんですよ。はい、今日一緒にケーキを作ってくれる森シェフです。よろしくお願いします。こんにちは、ジョアベリカリモリ、あちゃて。ミニショートケーキじゃん、可愛い。そのなんか得意なケーキだったりします？ムーステラミスを担当してたので。テラミスです。私一番好きなケーキです。あ、ちょっと待って、自分のはい。これ一面だけ使ったんですよ。あ、一面だけ。持ち方が違う。はい。あ、そういう感じです。ちょっと一気にやってしまうんですけど。きれい。この幅と同じクリームを取って、はい、そのままならすイメージです。ぶらさずに回す。なんか中が可愛いね。あ、これ。ここは手は動かさずに回転台、この台だけ回します。手を動かさないのも難しい。そうすると。めちゃくちゃ綺麗です。こんなめっちゃまっすぐなのに私めっちゃ丸いんだよね。なんで？これはこれでめっちゃ可愛いので。なんかめっちゃ丸いじゃない？私なんかすごいあれ。ね。綺麗ですよ。はい、綺麗です。側面も綺麗に。一緒に持ち上げて、そうです。時々やってる。なんか違うようにやった方がいいでしょ。一瞬でできたじゃん。早い。お一発で。よし、できた。オッケー、できた。甲子園の皆さんのため。もう甲子園終わっちゃったけどね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。でこれ砂糖を煮詰めました。でグラニュー糖と水と水飴で炊いてます。色が鈍ってるんですけど、はい、これをこう引いていってあげる。で引いて折りたたむ。どんどん空気が入っていってツヤが出てくるんですよ。これだいぶツヤが出てきましたね。ツヤっていうよりはもうメタリック色になってこう開く。でここ薄くしてあげる。ここをギュッとこれでこうハサミで切る。こういうふうな芯ができるでしょ。でまた置きます。これの繰り返しなんですよね。どんどんこれ取っていってもらえたら。わあすごい。見てすごいよ。じゃじゃーん、私のすごい、ありがとうございます。楽しかった。で緊張しちゃうんだよね。スポンジとしか取ってない。うん、いや本当に軽くてびっくりするよ。今までで一番多分軽いショートケーキかもしれない。うん、世界大会の時ってどういう感じのケーキだったんですか？チョコレートのアントロメです。アントロメ、うん、チョコレートの、うん、丸々1個食べ、ね、本当に1個食べそうなすごいよ。砂糖も控えめなんでですね。糖尿病の心配はないです。すごいなあ、もういった。糖尿病ならはい、皆さん今日超面白かった今日の動画を通して皆さんも、どれぐらい本当に日本のパティシエの世界が、すごいのか、どれぐらいスタッフさんパティシエの皆さんが頑張って皆さんに美味しいケーキを届けるように、気持ちを込めているのか、本当に皆さんにも届いたのでしょうか。日本のパティシエ向けにコメントをください。たくさんの応援お願いしますでこの動画の前半にあったチョコバナナ味の、銀座メゾンのペティフィナンシェは、関東限定のお土産になりますので、ぜひ、関東に行くのであれば東京駅だったり羽田空港だったり、銀座メゾンのカフェの方にも、ご購入いただけますので、ぜひ食べてみてください。本当にめちゃめちゃうまくて、私も家に在庫あります今の後半で見た、フィナンシェのラインなんですけど、フィナンシェ自体は、オンラインでも皆さんがご購入いただけますので、ぜひ、ご興味があれば概要欄をチェックしてみてください。でね、今すごい情報を手に入れたんですけれども、さっきって焼きたてのフィナンシェ食べたんじゃないですか。これって皆さんの手にも届けるらしいんですよ。どうやってっていうと、皆さんがそれを焼きたてフィナンシェを注文すると、24時間前にそれを焼いて皆さんにお届けするらしいんですよ。めっちゃ気になってしまう私も注文してみたい。なんか注文したらどんな感じで届くのかすごい気になるではこの動画は最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画へお会いしましょう。バイバイ。